ああ、うるさいのが来ちゃいましたね。てめえらこんなとこで騒いでじゃねえ、全員まとめて逮捕だ。ここは退散ですね。青葉さんも早く。なあ。バイバイ、青葉。待て、この野郎！逃げんな、こら！クソが！逮捕じゃ！おい！青葉、大丈夫か？無事でよかった。本当にな。ただいま。いい加減にせえよ、このバカ孫。耐え。うるさ。当たり前だよ。うるさく聞こえるように怒鳴ってんだから。なんだよ、何怒ってんだよ。そりゃ怒るわ。鍵？仕事に行くときは玄関の鍵閉めてけって、何度言ったらわかるんだい。あー、そっか、ごめん。ごめんじゃないよ。まったく、なんだってこんな記憶力の悪い子に育っちまったんだろうね。しょうがないだろ、忘れてたんだよ。どうせまた寝坊して飛び出してったんだろう。本当に23にもなってどうしようもない孫だね。悲しくって涙が出そうだよ。だからごめんって言ってんだろ。人間うっかりすることぐらい誰でもあるだろうが。お前はうっかりの世界選手権にでも出ようってのかい。これで何度目だよ。ね、あ、6回。本当にお前って子は。
わかった、わかった。明日から気をつける。だからもう怒鳴るなよ。その言葉も何度目だろうね。お前がそんなんじゃこっちもオチオチしねやしないよ。ほら、とっとと入りな。さて、いただこうかね。いただきます。いただきます。わーちゃん、うまい。そうかい。あいてて。いつものかい。食後に薬飲むのを忘れるんじゃないよ。うん。ごちそうさま。
アバ、今日メールからダウンロードしたデータだが、どうする？ダウンロード？そのデータはウイルスは入ってなかったのか？検出されていない。中身は？プレイヤーがキャラクターを操ることで移動、情報収集を行い、敵キャラクターと戦って経験値を取得し、レベルを上げるタイプのゲームだ。ああ、RPG ね。有料なのか？有料ではない。へえ。ってことは、悪ガキどものせいでうっかり購入したってわけじゃないのか。不明だ。ま、変なのじゃないならやってもいいかもな、暇つぶしに。起動するか。頼む。了解。ずいぶんレトロな画面だな。あれ？続きもんなのかこれ。定期的に配信されてくるとか？そのようだ。なるほどね。まさしく暇つぶしにはもってこいって感じの短さだな。そろそろ寝る準備でもしますかねっと。青葉くん、ちょっと配達をお願いしたいんですけど。あ、手伝います。青葉くん、大丈夫ですか？すいません、ちょっと立ちくらみが。座っててください。こっちは大丈夫ですよ。よいしょ。
どうしました、青葉くん。いえ、すげえなと思って。いやいや、そんな。お掃除、お掃除。ああ、凡人くん、奥の方をお願いします。奥、奥。そうそう、それでですね、この品物の配達をお願いできますか。昨日の夜中にお客さんから注文が来てたんですけど、速達指定なんです。もうすぐ仕入れ先の業者さんが来るから、私は店を離れることができなくて、すみません。大丈夫ですよ、すぐ行ってきます。お願いします。この道入った方が早いんだっけ。ああよ、アーバー。よし。やだ、もうゴーテクさんたら。でもそういうところも好き。お、青葉じゃねえか。おっす。青葉、電話元気か。ここにいる。おお、そうか。あら、こちら光沢さんのお友達。
ああ、幼馴染だ。あら、そうなの。この方が。なんだよ、どうしたお前。何が？具合悪そうじゃねえか。な、別になんとも、ね、そうか、ならいいけどよ。これから配達か？そう、誰かさんと違ってな。あ、別に光沢さんは遊んでるんじゃないのよ。そうよ、今だってお仕事の途中で送ってくれてるだけなんだから。まあそう言うなよ。確かにこんなに可愛いお嬢さん方と一緒じゃ仕事も手につかねえからな。食わんは男の恥だよな。その通り、女はこの世の宝だ。柔らかいし優しいし、男を包み込んでくれる。だから大切にするのが男の義務ってもんだ。そうだろう？それじゃ、俺そろそろ行くわ。あら？ちょっと待って。ねえってば。ここ、ほらやっぱり、ゴミがついてる。あ、どうも。さすがだな。気の利く女は好きだぜ。あら？あなた、よく見たら髪が長いのね。あら、ほんと？気づかなかったわ。なんかかわいい。女の子みたい。ひでえな。俺が隣にいるってのに他の男に色目使うのか。もう俺には飽きたのかい。やだ、そんなこと。そうよ、光沢さんの前でひどいわよ。っていうか羨ましいんですけど。ごめんなさい、そんなつもりじゃ。謝るなよ、別に怒ってるわけじゃねえ。
なんだよ、どうした？いい男だから見とれたか？言ってろカバ。ちょっと皇者さんに向かってカバとは何よ。それじゃもう行くから。おう、気ぃつけてな。なんか急速に腹が減ってきた。このまま放置すれば約1時間後に胃酸過多による胃痛が起きるだろう。何それ、俺の胃荒れてんの？昨日の食事が影響している。あとは睡眠不足の影響も多少ある。ああ、ヨシエさんの。アーバ。え？なんだここ。ライムってあのライムか？無事か？なんだよ、何がどうなってんだ？つか、なんでお前その姿なんだよ。ここではオールメイトはオンラインモードの状態で反映されるようだ。オンラインモードって基本的にライムで使うやつだろ。俺お前のその姿設定画面でしか見たことねえし。つか、さっきアナウンスでライムとか言ってたんだけど。そのようだな。ただ地図上の現在地はここへ来る前と同じだ。アーバ。
なんだ今の。青葉、ここはライムのパブリックフィールドだ。俺たちはライムに強制的に引きずり込まれたようだ。はあ？そんなことって。青葉、何か来る。もうライムは始まってるってことかよ。この度は、この度はお越しいただき至極光栄。それでは楽しいゲームを始めよう。アオバ、来るぞ。来るったってどうすれば。え、うわっ、ぶねえ。おい、ちょっと待てよ。俺ライムとか関係ねえし、やめろっつーの。ライムネームスライベル。は？セラマキアオバ。なんで俺の名前、つかなんだよそのスライなんとかって。戦え。ライムなんてやったことねえよ。戦え。だからやったことねえって。戦え。ダメだ、話になんねえ。逃げるぞ。レイ、どうにかなんねえのか、ここから抜ける方法とか。思考しているが、ログアウト自体が無効化されているようだ。マジなんなんだよライムって。うわっ、アオバ、大丈夫か？結構本気で言ってんだけど。ライムでは実際の肉体にダメージを受けることはない。全て脳内の錯覚だ。それ以上の影響が出ないように制御されている。だがこのフィールドはダメージ値の制御が何らかの理由で外されているようだ。それってつまり、こちらでダメージを受けると肉体にも何らかの影響を及ぼす恐れがある。最悪じゃねえかや。逃げても無駄だよ。チッチセットラジャー。大丈夫か？頭が、ぐ、レン、計セットだ。オーバー。いいから早く。了解。ふざけてるな。オールメイトはアーマーなしで旧型、舐めてんのか。すっぴんとか言って完全にふざけてるね。さっさと潰すか。今の青葉が俺に攻撃の指示を出した。攻撃？
なんだそりゃ、そんなの知らねえぞ。でもさっきのなんか口が勝手に動いたような感じで。青葉、また来る。指示を。指示って言ったって。でもやんねえとやばいんだよな、さっきみたいに。レン、防御だ。了解。フォーセット、ラジャまずい。敵の本体防御壁 100% 損傷。期待するだけ無駄だったな。行くぞ。撤収撤収じゃないよ、待って。敵の本体防御壁すごい勢いで回復。40 50 70 90。どういうことだ。どうなってる。アラート、アラート、危険危険。なっちゃった。いって、つか、どうなったんだ。店の前。レン。レン、おい。アオバ。大丈夫か。特に大きな問題はない。本当にどっか壊れたとか。一部データが破損している。それって十分問題じゃねえか。家帰ったら見てやるからな。念のために頼む。いや、つか俺の脳内データも破損しているっぽいんだよな。ウサギ頭と戦ったのは覚えてるんだけど、結局どうなったんだっけか。俺のデータが破損しているのもそこから先だ。そっか。ちょい待った、思い出してみるから。
ダメだ、全然思い出せねえ。それは仕方がないことだ。そうか、なんで。一般男性の記憶容量を仮に100とすると、青葉の場合は今ここでそういう話かよって。あ、青葉。あれなんか目が回る。レン、お前いつから足8本に。アーバー、少し待っていろ。何やってんだ俺。
起きろ、寝坊すけ。はい、こら。で、起きろっつってんだろ、こら。しばくぞ、ボケ。でーな。あれ、ベニ。ああ、離せ、こら。客に対してどういう扱いだ。ってことは、紅爵来てるのか？当たり前だろうが、話せ。もうこんな時間か。お前がなかなか起きねえから俺が起こす雨になったんだぞ。分かってんのか。ああ、よう、おはようさん。はよ。その顔、今日も絶好調だな。おかげさまで。これ。起こしてやったってのにひどい扱いだな。文句はご主人様に言えよ。つか、そいつ使いっぱにするなよな。しょうがねえだろ。寝起きのお前めんどくせえし。んなことねえだろ。青葉、起きたんなら手伝いな。飯はもうできてるから、箸と茶だ。はいはい。いつ来ても変わらねえな、タエさん。あの元気な声を聞くと安心するぜ。毎日怒鳴られてみろよ。結構きついぜ。いただきます。うまい。やっぱりタイさんの料理は最高だな。いきなり押しかけてきて何言ってるんだい。俺はちゃんと言ってあったんだぜ、青葉に。
近々って言ってただろうが。そういうお前もグースか寝っぱなしだったじゃないか。いくら呼んでもちっとも起きなかったよ。それはまあそうだったんだけど。でもこうやってちゃんと飯作ってくれるの本当ありがたいよな。勘違いすんな。消費期限が切れそうなやつがあったからちょうどよかっただけだよ。だからタエさん好きなんだよ。うるさいわ。今日は泊まってくのかい？そのつもりだけど。ったく、お前はずうずうしいって言葉を知らんのか。ま、いつものことだしな。ただ俺は仕事あるから、朝はお前が寝てても叩き起こすよ。逆だろ。なかなか起きねえお前を俺がいつも優しく起こしてやってんじゃねえか。だよな。お前ら。コウジャクは？2階へ行ったよ。お前の部屋にいるんだろ。そっか。あ、そうだばあちゃん。なんだ？まったく聞かなかったのかい？そうじゃないんだけど、いつもみたいには聞かなかった感じ。そうかい。それじゃあ薬の配合を少し変えようかね。頼みます。てって。頭の中で戦うっつったって、なんだかんだで痛えんじゃねえかよ。
ん？おう、風呂上がったか？今にいると思ってた。ああ、ちょっとこれな。お前ここ好きだよな。そうか、そうかもな。なんにも見えねえのに。まあな、でも何も見えねえのがいいんじゃねえの？うん、そうなの？よくわかんねえけど。ほれ、お前また？うん？髪だよ。もう少しちゃんと拭けって言ってるだろうが。あ！ほんとお前の髪、仕事柄気になってしょうがねえよ。やめれ。髪結構伸びたな。またちょこちょこ自分で切ってるのか？ああ、まあな。つか本職にあんま見られたくないんだけど、適当だから。いや、そう悪くはないぜ。ちゃんと整ってる。本当？キャー、光尺さんに褒められるなんて嬉しい。なんだその棒読み。お前のファンの真似。お前な。お前、せっかく綺麗な髪なんだから大事にしろよ。いつも思うけどさ、お前よくそういうこと平気で言えるよな。そういうとこはほんと昔から変わんねえな。本当に思ってるから言ってるだけだ。お前だって昔は俺が褒めると歯にかみながら喜んでくれたんだけどな。ガキの頃だろ、覚えてねえし。どうした？いや、ちょっと。ちょっとじゃねえよ。そういや、さっきもぐったりしてたよな。なあ。なんだよ、ずいぶんもったいぶるな。そんなんじゃねえけど。いや、今日さ、変な目にあって、そのなんつーの、ライムに巻き込まれた。
それがいきなりでさ、配達中だったんだけど気がついたらライムのフィールドにいたっていう。夢の話じゃねえよな。違う。つーことはって、そんなことあるもんなのか。俺もよくわかんなかったんだけど、お前んとこの縄張りの近くだよ、あの辺の細い路地。そんな話聞いたことねえけどな。他にもなんか変でさ、薄井がいなかったんだよな。そりゃ変だな。あいつがライムの開催してるようなもんだろ。変な装置もあいつと一緒に出てくるし。だよな。それで、そいつはお前もしかして辻斬りってやつじゃねえのか。辻斬り？俺もチームのやつだから聞いただけだし詳しくは知らねえんだが、薄いなしで一方的にライムを仕掛けてくるやつらがいるらしい。そいつらのライムはルールも制限もない状態だから、仕掛けられた相手は半殺しにされることもあるって話だ。じゃあ俺のもその辻斬りだってのか。可能性はあるだろうな。気に食わねえな。何が。今回はなんとか逃げられたからよかったけどよ、もしまた仕掛けられたらと思うとな、すげえ危険じゃねえかそれって。でも俺ライムやったことねえのに、なんで。誰かと間違えられたのか。誰かで構わずって可能性もあるかもな。それと誰かからものすげえ恨みを買ってるとか。ねえよ、お前じゃあるまいし。ひでえな。でも相手はお前の名前知ってたんだろ。まあそうなんだよな。うん。コウジャク、悪い、やっぱ今日は帰るわ。ちょっとやることを思い出した。おおう、そっか。体本当に大丈夫なんだな。なあ。なら信じるけどよ、何かあったらすぐ言えよ。わかってる。よし。んじゃな、おやすみな。ライムか。なんとかセットなんだっけ。最新型のオールメイトか。
青葉。おはよう。おはよう。今からちょっと見るぞ。ちょっと反射の反応速度が落ちてるかな。これでよしっと。どっか具合悪いとこあるか？ん？少し違和感があるが許容範囲内だ。そっか、チップ変えたばっかだしな。もし不具合が出たらすぐ言えよ。わかった。いつもありがとな。こちらこそ。これからもよろしく。こちらこそ。お前、いっつも返事それだよな。何かおかしいか？いや、全然。蓮っぽくていいと思う。その発言に対しては礼を言うべきなんだろうか。そうだな、褒めてるから。ありがとう。こちらこそ。おはようございます。おはようございます。店長。はい。昨日は配達すみませんでした。え？ああ、いえいえ、そのことはもう。あの、本当にすみませんでした。できれば俺からもちゃんとお客さんに謝りたいんですけど。そのことなんですけどね。昨日の荷物、事前支払いが済んでしまっていたので、とにかく返金か再配達か伺いたくて、あの後も連絡を取ろうといろいろやってみたんです。コントロールセンターにも問い合わせてみたんですが、全くダメで。ダメ？はい、さっぱり連絡が取れないんです。届け先と依頼主が同じだったので住所を調べてみたんですが、住んでいるのは違う名前の人で、品物についても全く覚えがないと言われてしまって。それってつまりいたずらってことですか？その可能性が高いですね。何のためにそんなことをしたのかは分かりませんけど。
このまま何事もなければいいのですが、なんとなくすっきりしませんね。そうですね。おっと、仕事仕事。さてと、俺も仕事仕事っと。はい、はい、ではまたのご利用をお待ちしております。見に来たぞ。お前らかよ。どうせ悪さするんだろうが、帰れ帰れ。アオバ、うざい。うーざー、あんたは黙ってなさいよね、アオバ。あ、いたわよ。待って待って、捕まえろ。お、お掃除。こら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 、お前ら走るな。あ、この待って、あんたたち早く捕まえなさいよ。あわ、お掃除、お掃除リリあ、やだ、なんか壊れた。壊れた、壊れたじゃねえ。お前ら、わあ、青葉が怒った。怒った。短気な男は嫌われるわよ。うるさい、このこら、お前も。うるさいうるさい、大人を怒らせると怖いんだぞ。ったく、いつもいつもいたずらばっかしやがって。ちょっとは反省しろ。ほんでとっとと家に帰れ。うっさい、黙れバカ。バカおば、あんたダサいのよ、いちいち。お前らな、いいから言うこと聞け。うわ
うわ！ああ、びっくりしました。マスター、無事で何よりです。え？マスターの声がしたので来ました。どうかしましたか？いや、多分人違いだと思うんですけど。人違い？俺、マスターとかいう人じゃないし。いえ、マスターはマスターですよ。だから違いますって。俺あんたのこと知らないし。そんなはずはありません。僕は昨日マスターをここへ運んだクリアです。クリア。昨日運んだ。もしかしてお前が俺にライムを仕掛けたのか。いいえ、それは僕ではありません。ですが、僕はマスターがマスターだと思ったのでここへ運んできました。昨日、マスターの声が聞こえました。破壊と死。え？なんで、お前がその言葉。マスター、なんだか昨日とは違いますね。どこが違うかというと説明が難しいのですが、強いて言うなら顔も声もだらしないように思います。ひげえひ、離れよ。はい。再度お尋ねしますが、あなた本当にマスターですよね？だから違うって言ってんだろう。それはありません。
おい。ああ。そんなマスター、やめてください。ああ、やめてくださいマスター、これ以上はもう。とにかく俺はマスターじゃないし、あと仕事あるから戻るんで。じゃ僕はどうすれば。帰れよ。わかりました。お前、手品師なのか？いえ、違います。先ほどもお伝えした通り、僕はクリアと言います。その手品師という方はどなたですか？いや、まあいいや、気にするな。ではまた。なんだったんだ。店戻ろお掃除、お掃除。はあ。ああ、青葉さん。ああ、久しぶり。水木さんに用すか。うちに注文入ってたからさ、届けに来た。水木さん、今たまり場ですよ。そっか、じゃあそっち行ってみるわ。ああ、青葉さん。ああ、久しぶり。水木さんに用すか。毎度あり、平凡宅急便です。ああ、頼んどいたやつか。
サンキュー。わざわざありがとな。お前んところ店ってマイナーなパーツも扱ってるから頼りになるよ。店長に伝えとく。この後はもう帰るのか？なあ。お疲れ。今から店戻るからさ、なんか飲んでけよ。じゃあお言葉に甘えて。なんか今日客少ない？そうだな。どうした？いやほら昨日話しただろ、神隠し。ああ、あれのせいもあると思うんだよな、客減ってんの。みんな怖がって出歩かなくなってるとか？まだそこまでの影響は出てないだろうが、全体的に落ちてるっつか、空気がそんな感じ。なるほどね。あのあとまた情報が入ってな、本当か嘘かは全然わかんねえんだけど。チーム拉致ってんの、やっぱりモルヒネだって話だ。そんなわけねえだろ、だってモルヒネは。モルヒネを見たってやつも出てきたらしいんだよ。どうせ注目浴びたいバカの出まかせだろ、そんなの信じるのか？だから本当か嘘かわかんねえって言っただろ、人から聞いただけだしな。とにかく今リブのチームはみんな襲撃を受ける恐れがあるってんで先立ってる。まあでもモルヒネだろうとなんだろうとうちには関係ねえけどな、敵じゃねえし。だな。そうだ、なんか飲むか？あっち行こうぜ。これ、前からあった？ああ、それ。いや、俺が尊敬する堀氏からもらったんだ。かっこいいだろ。神の腕前っつって有名な人なんだけど、店持ったりとかしてなくてさ、知り合い捨てじゃないと掘ってもらえないんだよな。一元さんお断りってことか？そうそう、ちょっと前に偶然この店に来てその時にもらったんだよ。なんかやっぱ普通じゃないオーラを感じる人だったな。そんなにすごいなら俺も一回見てみてえな。お前
前掘らねえんだろ。うん。じゃダメだ。どうしてもというなら100万円になります。高っ、ぼったくりだろう。もしもし。ああ、よかった、出た。アオバちゃん。はい。私よ、私。ヨシエよ。どうしたんですか？もうね、大変、大変なのよ。あのね、落ち着いて聞いてちょうだいね。はい。タエさんが。え、ばあちゃんが？大げさなんだよお前たちは。まったく大げさなんだよお前たちは。しょうがねえだろ、みんな心配なんだよばあちゃんのことが。俺だって。私はまだまだ元気だよ。それはよくわかってるけどさ。ちょっと動けなくなったくらいですぐ死んじまうみたいな扱いしやがって。いってて、蹴るなって。とにかく明日病院行こうな。昔は俺がよくおぶってもらってたんだよな。ん？いや、昔のこと。お前はしょっちゅう一人でどっか行っちまってたからね。一人で？そうさ。ちょっと目を離すとあっという間にいなくなっちまう。そうなんだ。全然覚えてない。寂しかったんだろうよ。寂しかった？なんで？お前が一人で出て行くようになったのは両親がいなくなってからだからね。ああ。まあお前もまだ小さかったからね、無理もないだろうよ。そりゃな、この年で子供の時と変わらなかったらさすがにな。誰もそんなこと言ってるんじゃないよ。ばあちゃん、
昔みたいに俺のことをおぶれる？元気なうちにチャレンジしとく？バカ言うな！あたしを殺す気かい！冗談だって。ばあちゃん。なんだい？軽いな。うるさいっつんだ！いて！瑞希？もしもし、瑞希？青葉か。どうした？ああ、いや、特に用ってわけじゃないんだけど、なんか話がしたくなって。なんだよ、昨日も会ったってのに変なやつだな。うん、いや、元気かなって思って。もちろん。なんでだ？昨日会った時ちょっと元気ねえなって思ったから、ちょっとだけだけど。心配して電話してきてくれたのか。ありがとな。でも大丈夫だ。本当に？ああ。そっか、じゃあまた今度ゆっくり話そうぜ。だな。そんじゃまた。あれ？開いた。やばすぎるだろ。中にばあちゃんいるのに。何かあったらどうすんだよ。
じゃ、こりゃ…泥棒！人の部屋で何やってんだよ！お帰り。はあ？誰だよお前！なんで俺の部屋に？スカサ。おい、勝手に触んな。この中のデータさっぱりわかんねえんだけど、どうなってんだよこれ。ここに入ってるオールメイトの改造プログラムも複雑だし、あんた一体何なの。知るか。いいから出てけよ。なんださ、は？知ってると思うんだけど。全然知らねえし、人違いだろ。この度はお越しいただき至極光栄。それでは楽しいゲームを始めよう。これでもわからない？演出としては結構面白かっただろう。宛先間違いの宅配便とか。お前、あの時の辻斬りか？しか、うちに発注したのもお前か。ああ、いろいろ調べたらあんたがあの店で働いてるって分かったから、あんたに来てもらおうと思ってね。別に金は払ってたし、そっちの店としては特に損もしなかっただろう。そういう問題じゃねえよ。あんたさ、前もそうだったんだけど、俺とライムやった時。何の話だ。とぼけんな。どうやって俺に勝ったのかって聞いてんだよ。勝った？だんまりかよ。違う。は？あのライムの時、最後は結局。そういう逃げ方するんだ。だったら実力行使だ。あんたにはこっちの方が効きそうだしな。話せよ。つかさ、
覚えてねえよ。あんた、もう一度ライムで俺と戦えよ。が、ライムとか知らねえし。まだ言うのか。だったらあんたの大事なもんを壊す。あんたが何を大事にしてるのか知ってるぜ。ちゃんとな。いい加減にしろ。何やってんだよ。うるせえよ。いって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 。腕の一本くらいなくたってライムはできる。腕折られたくないなら戦えよ。